久保さん、なんか地震あったらしいじゃないですか。まああの噴火じ、なんだ、富士山が噴火するとか、まあいろんな地震の話がありますけど、まあみんな聞いてますし知って、知ってますよね、たぶんね。まあそれに対してどんなあの備えをしているのかって言われると、まああんまりしてない人多いと思うんですよね。うーん。 まあ僕もね、その一人なんですけど、そんなに備えはしてないですよ、うん。ただ、うん、他の人と違うのはネットをしてるってことですね。うんまあ、ネットを使いこなしてると。だから多分、あの、なんかがあったとしても、あの、まあ、今回ね、まあ、またコロナも爆練してますけども、まあ、久保さんと僕コロナ関係ないですよね、別に。 関係ないって言ったら語弊があるかもしれないですけどね。うーん、あんままあんまり関係ないですよね。うん、まああの外から一歩も出ないっていうことは久保さんもないと思うんで。うん、ね、まあでも外から一歩も出なくても仕事はできるっちゃできるんで。<laughs> ってかねこの動画外から一歩も出てる動画を撮ってるわけなんですけど。うん。 だからまあそういうところがね、インターネットはね、なんかありがたいなと思いますね。うん。なんか、どこでもできるじゃないですか。どこでもできるし、うん、どこでもできるんですよ。最近、ね、あのスマホで久保さんブログ書いたりするんですよ。あ,あブログスマホで書ける時代か、みたいなね <laughs>。当ありがたいですね。 昔はパソコン1台でみたいな話だったんですけど今スマホ1台でできるなっていううんはいスマホ1台あればっていうそれに行きましょうかいってらっしゃい